はい、教訓1、僕もこの曲はすげえ歌だなと思いましたね、うん、当時ね。やっぱり逃げましょう、逃げましょう、うん、ね、戦わないで逃げましょうっていう歌、はい、なかったと思うね。大統領殿があります、ね、ああ大統領の、まあ、日本人にはなかったと思うんだよね。あれはまあね、脱走兵ですけど ね、 そうですね。でただ戦争を知らない子供たちもあのめめしさみたいなものを歌っていて、はい、涙をこらえて歌うことだけさとかって言ってんだから、はい、戦争に役に立たないよみたいなどっちの戦いにもね役に立たないっていうか、はいはい、まあね、右左あれば、うん、右の戦いにも左の戦いにも役に立たない態度を出したことでは僕は同じ路線だったんだけど、こう逃げましょうってはっきり言ったのはね、あそうですね、すごいですね、うん、それがだから当時としてはっていうか、その後あまりラジオとかではかけづらい曲みたいなことになったんでしょうね。そうですね、だから今年はその勇気とか前進だとかやっつけようとかっていうことが強調されるかもしれませんけど、はいはい、臆病だとかね、逃げ出したい気持ちっていうのが重要になってくるかもしれませんね。そうですね、はい、それがまた平和につながるのかもしれないですもんね。はい、北山さん今日本当ありがとうございます。また1年間はい、この1年、はい、なんとか元気で生きていきましょう、はい、生き残るだけでも値打ちですよね、北山さんのように前から言ってますけど、だらだら平和に生き延びていこうみたいな、罪意識を感じる、うん、感じようとかって話をしましたけど、うん、はい、罪意識って味わうあるいは置いておくっていうことはとても大事だと思うのでね、はいはい、あんまりこれ噛み締めると俺いなくなった方がいいかなみたいな風に自責の念になりますのでね、極端にいっちゃうと、だから生き残るためにも、まあ、そこに置いて、済まない、気持ちは済まないんだよすぐにはね、うんうん、だから日本人済まない済まないって言えるのはそこに置いている感じがあると思うんで、片付けないで置いておきましょうっていう、済まない、なるほど、済まないんですよ、済まないだ、簡単には、お前がいなくなったからって世の中よくならないからねそうだ、大したことじゃないから、頑張りましょう、みんな居続けましょうね、頑張りましょうよ。北山さんのなんか、今度レクチャーがあるんですか。ああ、あります。白井孝子さんをお呼びして、北山治のレクチャー&ミュージックというのをやらせていただきます。今日解禁ですか、情報。はい、23年の今年4月2日日曜日ですね。はい、はい、でいつものようにあの白井孝子さんにライブで音楽をやってもらって、はい、そして私がこの罪意識をさらに深めて、はい、どのように噛み締めるかという、そういうところにまで話持っていきたいなと思っているのでね、はい、今日本人が一番弱いと思っているのはこの自責の念をどう置いておくことができるかっていうことだと思います。はい、4月2日、場所は渋谷区文化総合センター大和田伝承ホールですかね。はい、伝承ホール。伝承ホール。はい。昼の部と夜の部があります。はい。はい、昼の部の開演が1時半、夜の部の開演が5時ですね、夕方ね。そうですね。全席指定です。うん、この心のお話っていうんだけど、はい、昼の部が心のお話、音楽と心の話ね、はい。音楽を流しながらなんだけど、夜は音楽とさらに深い心のお話ってなってるんですね。あ、昼と夜と違うんですよ、うん、ちょっとお値段も変えてみたんですよ。あ、昼の部7,000円、夜の部6,500円です、ね、早くお帰りになりたい方を引き止めるためにちょっと値下げいたしました、はい、それでもって、どこに、あ、キャピタルビレッジですね、問い合わせは、はい、はい、ということで、4月の2日でございます、日曜日ですね、2023年、北山治さん、白井孝子さん、北山治レクチャー&ミュージック、昼の部は生き残るための音楽と心のお話、夜の部、あ、タイトル違うんだ、夜の部は生き残るための音楽とさらに深い心のお話ということでございます、さらにがつきます、はいはい、時間設定っていうか時間の尺は、あ、長さは変わりがないんですけど、はい、中身が話が少し深い、さらに深いさらに深いお話またでも今年も北山さんどっかで、うん、
歌ったり、ありがとうございます。やりましょうよ、ぜひぜひ。お付き合いね。またそうだ、まだなんかちょっと今年はアイデアがないです ね、考えなきゃいけないですね。そうですよ、北山さんとやっぱりね、フォークル歌わなきゃ、歌いついていかないと誰も歌ってくれないいやいや、ね、あとはだから北山さん の悔しかったら肩を降りてこいっていうあれが早く聞きたいですから ね、またお付き合いくださいよ、ね、もうこちらこそ、もう坂崎さんなしでは何もできないんですからって僕は北山さんの人生の楽屋になります。ああそうですね、私は坂崎さんは本当に私にとっての精神科医だと思うところがあるんですよね。いや、 いや、 やっぱりね、私も本当に本当に辛いんですよ辛い、いや確かにね、北山さん会うたんびに大体辛そうな顔してはいますけど、本当に聞いてほしいことがあって、またこの番組終わったら、はい、その角で一つ話を旦那聞いてくださいよありがとうございます。今年も北山さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、北山治さんでございました。じゃあお別れの曲は、はい、これは PF スローンの曲ですよね。もともとそうですね、日本語訳で歌っていただこうと思います。 RC サクセッションで明日なき世界、はい。